ゴールキーパーは堀田、最終ラインは右から本山、柳、鈴木、ボランチは若狭、2列目右に末吉、左に高橋、インサイドハーフは田部井と千葉です。2トップは坂本とチアゴアウベスとなっています。ゴールキーパーは三浦、最終ライン右から鈴木優と伊藤真希とリカルド・グラッサ・松原、ツーボランチは鹿沼と上原です。2列目右に松本、左にドゥドゥ、トップ下に10試合ぶりのスタメン山田裕樹が入ります。ワントップはジャーメイン亮です。鈴木が運ぶ、さあここは高橋、さあ岩田が奪えるか、柳が抑えるところ、ボックス内、松原のシュート、先制したのは岩田、松原の左足でゴールが生まれました。松原は6試合ぶり今シーズン6ゴール目、開始早々先制点を奪ってみせました。ジュビロ岩田です。見事なショートカウンターと言っていいでしょうね。この岡山のこのビルドアップのところで奪った瞬間、ここで奪いましたね。その瞬間にジャーメインと山田裕樹が反応がものすごく早かったんですよね。そこからこのラストパス、そして中央で受けて引きつったところから展開しての鈴木の松原のシュートでしたかね。素晴らしいゴールだったと思います。先ほどのリプレイを見てみましても、こうジャーメインについている中での間というのも抜かれたようにも見えました。ジャーメインはね、山田裕樹ともに背後を狙いました。そこでジャーメインがしっかりと起点になって、さあここはチャンスになっている、坂本のシュート、わずかに右にそれました。決めたかったですけど、ジュビロのディフェンスに対して坂本がゴールから目を離すような形になったことで、ちょっとゴールの位置を見失った。これは壁に当たります。本山、左に広げて鈴木、吉武、折り返したところ、シュートできた。これは大きくそれました、本山のシュートでした。ですが岡山としてはきっちりね、連続攻撃でシュートまで行ったということは、まずこの試合良かったと思います。全体的に 4-4-2 で重心を下げた守り方を岩田はするようになってきましたね。鈴木、吉武、左に広げて高橋、そういうところでこういう風に岡山がサイドを起点にしてゴール目の数を増やしたいところです。グランダーのボール、ボックス内、鈴木のシュート、同点ゴールが生まれました。鈴木、吉武、5試合ぶり5ゴール目。ここを起点に絡んできて中央にボールを供給するんですね。ここでトラップミスのような形でしたけれども、それを坂本がフォローしてワンタッチで落とす、そしてゴールに向かいながら右足で、おそらく股抜きでしょうかね、流し込んで技ありのゴールになりました。さあここでドゥドゥ、山田、縦パス、松本です。右に広げて鈴木優斗、いいクロスを持っています。真ん中に入れて上原、ああいいですね、ルカをよく見てました。さあここでチアゴアウベスのシュート、わずかに外れます。いや本当にわずかにクロスバーの上というロングシュートでした。三浦もよくゴールに対応はしていましたからね、見応えのあるロングシュートでしたね。そうですね、岡山ここちょっとボールに行きたいですね。さあここで古川のシュート、ボックス内、人数をかけて守る岡山、非常に巧みなドリブルを持っている古川です。一旦戻してシュートできた、ミドルレンジからのシュート、わずかに左でした。岡山はボールにプレッシングがかけれない分、全体的にズルズルと後ろに今下がっている状況でしたからね。やはりね、攻守にわたってね、献身的なプレーしてくれますから。じゃあそのルカをボックス内に侵入、クロスを入れてシュートできた、壁井のシュート防がれました。もう一度行く、波状攻撃を仕掛ける岡山、
最後チアゴがヘディングをシュートというところでしたが枠を捉えずですが連続攻撃できたことは良かったと思います。一つ波状攻撃を仕掛けた岡山、高橋が対応、こぼれたところにドゥドゥです。岩田は簡単にクロスを入れずにサイドから逆サイドへ、さあ古川入ってきた、かわしてシュートまで行くか、一旦戻してミドルシュート、これもわずかに枠の上でした。そしてああいう形でドリブル突破からのねミドルシュートなどなど岩田らしい攻撃が展開できるようにはなっていますよね。3位岩田対10位岡山の一戦、キッカーの位置には千葉です。ファーサイド、柳のヘッド入りました。柳の逆転ゴール、キャプテンから生まれました、今シーズン4ゴール目。今シーズン全てヘッドでゴールを決めてきたんですが4ゴール目もヘディングでした。チームに大きな大きな1点となる逆転ゴールをキャプテンの柳が生み出しました。岡山逆転。右に広げて鈴木優斗、縦のパス、ドゥドゥ、ドゥドゥは本当運動量豊富ですね。そうですね。さあいいクロスを持っている中で遠藤、ジャメイへのところ、シュートできた、見事に防いだ柳のシュートブロックです。南よくカバーリングに入って攻守にわたり貢献度高いですよね。ここで試合終了。岡山今シーズン初の逆転勝利、2試合ぶりの勝利を上位岩田から手にしました。欲しかった欲しかった、2試合ぶりの勝ち点3、岡山逆転勝利を収めています。